はい、どうもアコギ大好きミスターバターです。今日もよろしくお願いします。今日は3回目ということで、またまた前回の次のステップへ行きたいと思います。このチャンネルではギターを始めたばかりの人や、ずいぶん昔にギターやったけどまたやってみようかななんて思っている方へ向けて、一緒にギターを楽しみながらレベルアップを目的としています。そしてこのチャンネルを見てね、すごく勉強になるなとか、また次の動画見てみたいななんて思ってくれた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとね、ミスターバターのやり方がわからない、あとこんなこともやってもらいたいなどなど、何でもいいからコメント欄にコメントをください。なるべくね、そのコメントを見てそれに答えたいと思います。よろしくお願いします。さあ、オンライン今日は3回目。今日はね、ちょっと今までよりも押さえるとこが多いんで、ちょっと難しいかななんて思ってます。前々回は5弦の2フレをミュートしながら、前回は4弦の2フレットをミュートしながら5弦と4弦を鳴らす、これでした。今日はちょっとやってみますね。こんな音です。3本押さえてます。こんな感じ。5弦の2フレット、5弦の2フレット、4弦の1フレット、3弦の2フレット、こんな形、三角形の形ですね。これをもう上をミュートしながら、こう下まで弾かなくて上の半分ぐらいを、こんな感じですね。これは B7、まあそんなの覚えなくていいんですけど、まあこの形でこの音ですね。こうミュートがなかったらこうなったらダメなんで、ミュートしながらこれが、この三角形の形で、これが今日のワンフレーズです。それでは皆さん頑張ってください。次回をお楽しみに。